前で投げちゃっていいよ。いいっすよ、ここで。うわ、出るわ、玉越さん、これ。え？やばい、出る。出る。出るよ。出ちゃうよ、玉越さん、これ。出ないわ。大頭出ないです。ずいぶん音がしてる。うわ、やばいわーこれ。もう出ました、玉越さん、これ。あー、やばい。さあ、焦らせないで、ちゃんと結べなくなっちゃうじゃん。あー、やばい。出へんかった。めちゃめちゃ出そうやん。いや、もうこれ出た。実は俺まだ今年1匹も釣ってないですからね。あ、僕も同じよ。あ、そうなんですか。うん、俺まだ2回しか行ってないですからね。もう今日のこのために準備が。ベイトおった。うん、ベイトがいました。そのスナップだと早いよな、準備がな。確かに。これ出ないな。こういうとこがね、あれですよ。若かったらもう焦ってるけど、もうだいぶ枯れてきてからそんなに焦んなくなった。あー、ちょっと緩いかな。うわ、出ないわ。なぜ？いや、それはあれですね。私を待ってくれてるんですね。玉越さんを待ってるっていうこと？うん。水抜く。あ、ちょっとつけるの間違えちゃった。朝からちょっと。よいしょ。せっかく結んだのに違うとこ引っ張っちゃったら外れた。アムロス。第1投目のルアーは何ですか？インナーハンドです。インナーハンドですか、やっぱり。これこう座ってもいいの？いいですよ。さてと、あそこに鳥がいるね。え？うわ、取った。あ、ダメだ。取りました、第一頭。ちょっと待ってね。出そう。出そうだ。ちゃんと動いてる？あ、動いてる。こっち鳥がいるから。ずいぶんシャローだね。この置き目はダメなの？いや、ダメなじゃないですよ。
あ、ちょっと届いてねえな。全然大きめでも出ます。出てくれ、一発目お願いだ。いい感じだね。あそこやね。ちょっと今日朝風があるね。ボイルもないし、ボイルを全然見ない。若干不安になってきた。え？ちょっと不安になってきた。メキシコでインナーハンドを使う玉越和夫を見るなんて。ん？早く出てほしいわ。もう全然安心できへんわ。早く出て。いやいやいや、まだまだ始まったばっかりだし。あ、ボイルした？鳥か？鳥かボイルか？どっちや？なんか大きめでガバッてやったら小魚。え？大きめでちょこっと。やりました？やってますよね、うん、出てちょうだい、出てちょうだい。出てちょんまげ。お、これそう。これバス？テラピアかもわかんないですね、今のやつ。大きめはいないか？テラピアっぽいな。沖でやってるね。何やろ、うん、テラピア？ちょっとテラピアっぽい。出ないですね。なんでですかね。あ、ベイトはいるな。ベイトは結構いますわ。
あ、やばい。鳥が。置き目はダメか。出ちゃうと手前は貸せないぞ。あそこでやってるの。お、出た。おー、持ち込まないよ。出ました。ファーストバイト。持ち込みません。ちっちゃいんだな。ちっちゃいかもね。今のちっちゃいかもしれませんね。でもファーストバイトです。アイコちゃん空べらや。空べらフェラルドや。ほんと立ち木だらけだね。あー、ちょっとだな。すごいね、この景色や。景色すごいな。すごいんですよ、ほんまに。景色すごいっすから。どっち？ああ、やってる。やってる、やってる。とりあえずこの真正面見る？
なんでこれ糸が奥でよれてるな。おい、やめて鳥が取りに来た。やばいやばいやばい危ないよね今の。やばい今のやばいよね。あ、あそこなんか、あそこなんか行ったぞ。あの辺にいるぞ。あ、ベイトいる。結構いる。あ、ベイトいる。テラピア結構いる。テラピアが、テラピア食われちゃうの？テラピアめっちゃおる。あれを食いに来たやつ、でっかいやつ。でかいね。でっかいやつ釣ってる。ああ、曲がっちゃったな。うお、食った。お、こっちの方が泳いできたぞ。よし、ほら、そうだ、そこにいるよ。ほら、いるよ、いるよ。ダメか。うん、とりあえずまあまあのボイルあったね今。うん、ね、うん、おるね。おります。ここボイルがあったとこ？そうですね。あ、違います違います違います。あの例のボイルのとこじゃないです。魚の来ないが。この辺ね、やってんだよな。眩しいな。ちょっと行くか。うん、おお。すげえ音した今。あそこでやって。すげえ音した。おいおいやってるやってる。あのボイル打ち行ってください。
や、まだまだ世の中で甘くない天使はダメなのかな。うわ、なに、バックラッシュしとるぞ。あれ、こんなことした。え、出ろって。おい、あれだね、僕らが違う方向くと裏でやるね。そういうことですよ。こっち来るとちゃう方でやるっていうね。ほら、あっちも食ってるし。おお、やった、食った、うわ、食った。目の前です、目の前です。玉越さん、私のルアーが横にあったのにね。あー、しんどい。これ、この辺で食ってたんだよ。これはそこら辺にいるってことだな、多分。こういう動きではない。何が正解かちょっと今んとこバイトないことには読めないです。またやった。でもこの辺にいろいろしてるのかな。あ、いい感じなんだけどね。その立ち木の周りを泳がすのちょっと絵になるね。今ちょうどあのそこ来たんですよ。絵になりますね。あの岸際にもだいぶベイトが群れてますね。うお、おった。ほら、すごいわ、ベイトが。まもなく、し、視線にある。はい。この横、この浅いとこ。ここやばいでしょ。その辺やばいでしょ。これ全然浅いね。
もう一回ちょっと飲みますか。心臓止まりそうなバイトけえへんかな。おっ、来た。おっ、よそ見してた。うわー、バレた。バレました。でも40ぐらいね。よそ見してた。出ました、玉越さん。出ましたね、ようやく。40あるかないか。ちっちゃかった。やっぱパワーあるね。うん、あのぐらいでもパワーある。パワーあるね、今の見てて。相当パワーあるんだなと思って。パワーあります、出方が。出方がいい。これはこうやって使うのかな。これでいいのかしら。こんな感じだな。あ、でも、吸っちゃってるね。音が良かったね。ドゥーッ。ええ音するでしょ。うん。あれよりもっとごっつい音しますから。そう。心臓止まりそうなんでしょ。浅い方がいいのかな。やっぱし。これでも全体に浅いよね。浅いですね。湖全体が浅いから、そんなめちゃめちゃディープないから、それトップにええんやと思うんですよね。うん。シャローめちゃめちゃ多いし。これ出ないのね。そうなんだけどな。もっとガンガン出てもええねんけどな。ちょっと活性が良くないかな。水温が高すぎるような。まあでもいつもこんなんやけどな。いつもあったかいねんけどね、水は。
ベイトはやっぱいるね。いるんだよね。うん。なんだろうか、何でしょうか。すごい立ち木やな。お、出た。出ました、田中さん。え、出ました。出た出た。乗らないけど毎回出る気がしてんだけど、投げるたんびに出そう、ここ出そうっすよね。そこね、今ね、今ただ引きで出たな。ただ引き、ただ引きで出ました。今コツンとこのライブリーのただ引きに出た。マジかよ。早くやったらいいよ。早くやった方がいいのか遅くやった方がいいのかと思ってんだけど、ちょっともうちょっとこうバイトがないと何がええんかちょっと分かりませんね。Vámonos. Vámonos. Vámonos. でも暖かくなってたね。もう大丈夫だね。
そこからもう鬼のように熱くなりますから。あ、そう。でも結構船がいるもんね。あそこにもいるし、あそこにもいるし。明石さんはあの橙色を着てるの、はい、ちゃうか。明石さん何色着てた。あれちゃうな。かな。あれかな。あれかも。ガイドは赤かったですよね、うん、かも。アロン違うか。アロン、さてとどっちや。ベイトはいるね。ベイト至るところにおるな。
うわベイトいる、はい、そこもベイトいっぱいいるでしょ。そうベン逃げた、うん、これ来い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 これこれ、うん、ちょっと沈めてやるか。ここバーッとできるんだけどな、ここ良さそうだけどな、うん、この岬めっちゃ良さそう。うわっ、今バスがピッて来たんだよきっと。すげえ、なんでこれで食わないの？ベイトに似てなくちゃダメなのかな？いやー、お、出た！あ、乗ってない乗ってない乗ってない。うお、いいバイト。すげえいいバイト。なんで持ち込まない感じだな。すげえいいバイト。もう一回。やばいな今のやつ。やっぱりおったねそこ。口をつぐんでんじゃないのか。こう巻き合わせで乗ってこないもんね。ああ。さっきは持ち込んでないし。でもいるな。いますいます。それ今ルアーなんですか。え、インナーハンド。あ、インナーハンド。さすがインナーハンド。おるね。お、向こうで食ってる。いるね。うわうわうわ。なんだあれはバスがきっと下で追ってるかもしれない。そうです。あ、追ってるわ。はあ、右に曲がっちゃった。おお、出た。よっしゃ、でかい。おおおおおグランデ。うわ、やばい。引くね。おお、でかい。でかい。おお。おお、でかいでかい。でかいわこれ。やっちゃった。やっちゃったね。やっちゃった。お、口の中がっちり入ってるよ。ほら。あ、でかい。やっちゃったわ。おーや、おー、でかいでしょこれ。8ポンドルアーはビーボラシアス、ビーボです。
全然ダメだな、携帯。グランデロレンソ。エイトの。いけたたたたたた。56やね。うん。エイトの56、56.5。あ、写真撮ってないわ。撮りますか。はい。アディオス。あ、それよ。朝マネやな。やったー。いや、あれでも絶対タマコさんのやつ出たやつですよ。そうかな。うん、俺出たやつやと思った。同じ場所よ。あ、そう。うん、そうか。まさかいきなりあんなん出るとは。いいんだけどな。この浅いとこを攻めないと。しかし全然続かへんね。うん、単発ですよね。
今玉子さん、あの岸に首の白い鳥いるでしょ。うん、あれがあのメキシコの国旗の鳥。おお。タカ、猛禽類。なんていう種類か忘れた。ブヨーって逃げるってことはさ、この辺やっぱり泳いでんだろうな。いや、いますよね。で、一番のフィーディングポイントがあの先っちょっていうような気がするけどね。うん、あの岬の先っちょで待ってんのかもね。待ち構えてるかも。あれ魚食ってますか、ひょっとしてあの鳥。うん、うん、なんか食べてるね。なんか食ってる。暑くなってきましたよ。え、これ暑くなってきました。もっと暑くなるんでしょ。もっと暑くなります。その手前に何かえらいもわんとしましたね。今食ったね。今えらいもわんとした。今絶対バスや。うん、そうだ。
置いたら買うな。Lo tenés que controlar también esta edad. Botar un chingo que quite la frente.続かない。バモス、シシセニョール、アグアポラボール。もっとあそこにないな。そう、あそこじゃないの。お、出た。うわ、なんだ、持ち込まないよ。どういうこと。ちょっとスピードとかが違うんだな、これきっと。どうなんでしょう。でも今ルアー浮いたままでしたね。うん、見事に。なんで。なぜだ。なぜだ。なぜだ。お、すげえ。やってるなぁ。やってるわ。ここもやってる。やっとります。こうか。あそこベイトが溜まってるもんな。その先っちょ。うわ、やばいな、あそこ。やばい。お、出た。よっしゃ。おお。バレた。ブレイク。ブレイク？ライブレイク。マジで？うん。ダメか。これじゃあやっぱし。何ポンドですかそれ。10ポンド。ああ、10か。あ、今、あっさりやったね。うん。
あっさりいかれたね。もうこれザラザラだよ。えほら、うーわなんでヒレかなんかに行ったかな。あのザラザラのここじゃ、顎の、ね、今の結構な、うん、結構なデカさですよ。今のはいい感じだったね、うん、ああでもザラザラだもんな。いろんなところに擦れてますね。だから、うん、そうだね。あ、ルバー浮いてる。浮いてる、うん。ルアーなんですか。え、ジプシーポップ。ああ、ポッパー。いい感じだったな今のは。いい感じだったな。いや、今のはでかいですよ。やっぱり岬の先っちょすごいね。うん、うん、ああ どんなポップか。あ、これ、うん、めっちゃ釣れそうこれ。でね、ラインやっぱりやばいかな。銃じゃザラザラだったの今。なんでやばいですね、うん、今そこそこのサイズだったもん。絶対ライン直結やったんですか。直結、うん、タモコさんは直結です。え、マメテンモト。なんかないな、サート。Thank you。もう一発いってみてください。え？もう一発いってみてください。もう一発出そうや。しかしあっさり行かれましたね今あっさり行ったら行かんな。もうちょっとなんかね、ぐーっとこう、そう俺もさすがに そのぐらいはあるかなと思ったけど、今あっさり。いや、あれあんちょっとザラザラだったからダメなんだ。最初からザラザラだったんですか。さっきあの枝引っかかってたじゃん、うん、あれをこうやって取ったじゃん。あれでか、あれの時見なかったもんな。いや、それはありえるね。それはありえる。それでいったか。あ、それがちょっと有力説ですね。うん、さすがに傷ついてなかった。あそこまで朝切れんもんね。そうそう、あそこまで切れないもん ね。ラインチェック必須やな。うん、いや今のは良かったっすよね。いい出方だね。すげえ出方やと思う。やっぱりこの岬のシャキッチョやばい。ラプンタスやばい。ラプンタスはやばいわうん、
ガバッてやってたからあいつだよねきっとね。うん、少し大きめにいて岸に追い込んで食うんじゃねえのかなと思うけど、やっぱり大きめダメなんだな。いや多分ちょっと深いところにはいるでしょうね、うん、ほんで浅いところに追い込んでガボっていくんやと思うけど、今拾ってくれた時糸ついてなかったですか？ついてなかった。あ、じゃあ結び目いったか。結び目いった？結び目、うん、結び目昔よく切れたけど最近結び目で切れることないんだけどな。ちゃんと結んでるんだけどな。えらいあっさりやったな。あ、なんか来たよ。犬？犬。犬か。いやー残念。めちゃめちゃ残念。しかし俺が思った通りに銃で切れるっていうシナリオ通り、不幸にもそんなことがやっぱ起こってしまった。いやでも今のは結び方が悪かったってことでもあれ結び方ちゃんとしてファイトしててもあのザラザラザラ切れちゃうね。やばいっすね、あのザラザラは。まあ今年トップウォーター初めてやってるからな、しゃあないなトラウトは言ったけどバスのトップは初めてだもん今年、うん、俺も3回目です。これで今年3回目。あでもあそこで、あ、おいやめて、やばい何やってんの。あそこに取り当たってるってことは相当沖まで浅いんだな。来ましたよ、岬の先っちょ。ここなんか相当沖までいるような気がするわねえ、うん、ちょっと今この木の周りはどうなんだろうと思って。日焼け止めつけないといかんな。ちっちゃいね、ほら持ち込まないんだよね、 あのサイズは。ああ、今のはちょっとちっちゃいかも。うん、出たもんね、全部体が出ました上から押さえた、全身出た。うん、ジャボーって言ってこう
持ち込まないのは活性化、サムヤキは僕が引いてるタイミングだな、きっと、うん、スピードとか、あ、活性もう大いにあるかも。あのサイズだとジャックスプーク順次なんていいな。ベイトはそこにいるってことは、この辺も、この辺も浅いぞ。多分その辺まで浅いですよね。ねえ。うん。その辺でも出そう。俺がスイッシャーで活性上げようかな。上げたろうかな。めっちゃ浅い。ここで50センチぐらいですよ。え？この下50センチぐらい。あ、本当？うん。あ、本当だ。
届いてる。届いてないね。こっちは水いいですね、ちょっと。うん。こっちはあんま濁ってない。木につくか岩につくか。ん？どこや？音がした。あ、いけない。音がしたぞ。沖のたつきか？木の横っちょでボイルしましたね。木の横っちょ。このあれ？斜めっちゃった。これか。ああ、もっと向こうやったね。こう出ないか。出ないか。しかし玉越さん、それ操るともう気持ちいいぐらいスイスイいきますね。え、気持ちいいぐらいスイスイ、うん、でしょ、うん、え、ちゃうかも。いや、そうやな。え、ちゃうかな。自信がない。あれ、あそこに結びつけてこっち掘ってたような気するんだけど、ちゃうかな。っていうことはここってことですよ。そこです、そこです。その辺。まあでもそっからこっち一体。
あ、ベイトピチャピチャしてますね、そこ。ベイトピチャピチャ。あ、何し、やだ。もっと左だったじゃん。今日はいないか？ビビビビビって追ってくることあるんですか、やっぱり。はい、ビーって追ってくることあるんですか。あります、あります。ちょっと大きすぎちゃった。この大きはいないか。出ろ、出てくれ。この辺のとこへずれちゃって、ずれちゃったりして。このなんかこう静かにシュ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 ってやるのはアピールが足んないのかな。いやー、ペンシュはでも効くと思うんですけどね。ペンシュはいつもいつも効きますからね。出た、出た、ほら、出て、出て
今飛ばされたもんね、ルアーをね。いや、1回目ルアー飛ばされたんですよ。で、ポーンとルアーが、うん、で、それにもう1回来たから今加えたのかなと思ったんだけど。お、来た。乗ってない。うん、おお、ほら、あ、乗った。よ。4回目。うん、4回目。やったー。今乗んなかったから今待ってたんです。ネット入れますか。どんなサイズ？大したことないですね。まあまあですね。まあまあですね。まあまあですね。4回目。4回出ました。すげえ。4回出るって。最初の1匹だからこうやってちょっと映す。うん。最初の1匹はやっぱり。最初の1匹がこれです。写真撮りましょう。4回目です。どうも、僕こっち行く？いいっすよ、そこで。はい。これ取っちゃっていい？はい。これインナーハンドの RBD。 はい、4回目で食いました。最初飛ばされちゃちっちゃい。あんまりあんな4回も出たの俺見たことないですよ。本当？違う魚かな、同じ魚かな。いや違う、きっとね。違いますよね。と思うんだよね。ね。うん。最初のルアーがパーンって飛ぶのが見えて、チャポンとついたらまたジャバーンって出たから、今度乗ったのかと思ったら乗ってなくて。あ、最初の方がでかかったかもね。うん。ああ、よかった。一安心。一安心。サイズはあれですけど。安心です。ああいう出方は気持ちいいね。気持ちいいですね、うん。元木さん前来る？あ、いいですよいいですよ、そのまま。ちょっと今ここは糸を直して、同じとこで出たってことは同じとこでもう一回いるの？うん、たまってるかも。お、出た。まあ、殺されたな。出たね。ちっちゃいんだよね。ちっちゃい。溜まってますね。お、出た、でかい。あー、ダメダメ。でかー。でかい、今の。今でかいって合わしちゃった。ダメだ、今の合わしちゃ。今のでかい。今のでかいですよ。あ、ダメだ。今だって背中がもわって見えたもん。見えたよね。うん、思わず合わしちゃった。ああいうのはダメなんだよね。いや、でかい、今の。やばいやん。ちょっとやばいな、ここ。うわ、ドキドキするわ。お、出た！ほら、持ってかないよ。なんで？持ち込まないもん、ほら。これ、スピードかもしんない。いや、でもあんな何回も、やっぱりそのサイズ、ルアーサイズかな。あんな何回も。出ない？普通。出ない。まあまあ2回ぐらい出ますけどね。でも、なんか躊躇なく。ちょっとルアーが沈んでるっていうのに、ちょっとこの位置がずれたな。ほら。ずれたんだ。
いや、もう一回出るんじゃ。でかいっすね。今の同じぐらいの大きさでしたよ。うん、かもね。うん、でけえ。こういうのちょっと早くしてやるか。出ないか。3回目は出ないか。やっぱ岬すごいな。今沈み加減になったね、ルアーが。なんで？なんかね、あの水入ってるかも、裏の中に。なんか、あ、入ってるわ。入ってるでしょ。なんか先見た時にちょぼっと。うん、水滴みたいなのが見えた。あ、水入っちゃった。ほんとだ。それでだ。え、それで水が入っちゃった。水が入っちゃったってことはさ、うん、潜るからさ、うん、潜って食わしちゃうっていう。どうダメ。いや、それででも出ましたからね、うん、さっき。もうダメだね。出ないか。うん、うん、ちょっとその元木さんの、俺行っていいですか。ゴールドで、はい。出た、どうしよう。いやいやいや、出るかもしれないよ。意外と必ず持ち込むってわけじゃないんだ。そうなんですよ。どっから水が入ったんだろう。さっき見た時なんかちょっと水滴見えたんですよ、ね。うん、もう完璧に入ってます。うん、完璧に入ってる。これダメだ。うわ、俺の上。もう一回。ただ引き試してみたら。あ、出ないな。ルアーを変えて、うん、出ないな。俺には出ない。ダメだね。ダメっすね。ちょっとしたこの岬にいるんだね。岬がやっぱり暑い。岬がやばい。
いや今のでかかった背中がでかかった。ゴールドなんか背中がこう見えたっすね。少し見えましたね。でもここにこう木が見えるってことで浅いんだね。この浅いですね。立ち木が見えてるのもね。そんなに激しくジュッジュッジュッってやって出るんだ。え？その、あの水車？うん。出ますよ、これ。今、インナーハンド変えようと思ったんだよね。この静かに涼しいっていうのはダメなんだなと思って、ちょっとポッパーっぽいのにしようと思って。いや、でもペンシルは絶対効きますからね。間違いなく。これバスかな。この置き目でガボッてやるのバスかな。ああダメや。置き目のやつはあのテラピアも見ますよ。中にバスもおるけど。ああバスじゃなくて、うん、テラピアの場合もありますよ。なんか静かな、逆に静かな、そういうペンシルの方がええかもな。うん？いや静かな、クワイエットの方がなんかひょっとしたらいいかも。逆にガチャガチャより、あんな何発も何発も出るってそうないですよ。そうなんだ。うん。だから、このアービー、アービー針いいのにな、水が入んなきゃな。ちょっとね、アービー張った分だけ重いんですよ。ああ、そうなんですか。だから水絡みがちょっと違うんですよ。ああ。ここかな。あ、しまった。しまったよ。
大物時間帯です。ん？大物タイムです。大物タイム。はい。大物タイム。こういう時間にポンと一発。っていうかさっきのはでかかったですけどね。え？さっき卵さんに出たやつはでかかったっすけど、ね。背中見えたやつ？あれはでかい。でもあれバッて食ったらグーッと持っていくけどね。ね。持っていかなかったってことは見切ってんだな。見切って背中だけでふわって出して帰ってったのかな。でも2回出ましたからね。うん。琵琶湖でもあるんだよね。うわって出てきて、ぶわー。ああ。ちょっとこれ糸直すか。ちょっと膨らんでるな。この辺の奥、木は出ないんだろうね。ああいうの気になるんだけどな。もう俺、玉子さん切られるのを見たんで、うん、次はあのかけてあたふたするとこちょっあのクラスのやつをかけてちょっとあたふたするところみたいです。沈み加減のペンシル持ってくればよかったから。出ないんだね、やっぱり近くなんだね。うわ、ちょっと交差しちゃった。枝の上に乗ってるな。取れるんちゃいますか。取れた、うん、やっぱりこっちかね。来ましたよ、ラプンタス。ラプンタス来ました、ラプンタス。
ぱり小さいのには小さいのが反応するのかしらね。あーやだー、やばい、やばい。この細かい枝が気になるな。ラプンタス、ラプンタス、ラプンタス、大物いますよ。来ないですよ、そこ。なんで？外側？これすごいな。これなんかすごいね。ここは切り立って、こっちはここだから、ここだね。ここ来たか、この辺来ましたか。そっから岩が見えっとこ、ここです。あれ違うか、出ません。ダメだ、来なかった。うわ、おお、そう、目の前だ。至近距離。やっぱり岬だね。岬ですね。おー、引いてるわ。よし。あ、綺麗だな、そのバス。綺麗ですね。あ、針伸びてこんだ。え？針が伸びちゃった。あれ？抜いたら、引っこ抜いたから。コンディションいいバスだ。スイーピー。40センチぐらいかな。そこです。至近距離。アディオース。アッサルエゴ。